いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2014年モデル、BMW X6 50i M スポーツを紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所、フロントガラス複数箇所、左ミラーに飛び石、すべてのアルミホイール、すべてのドアエッジ、左フロントフェンダー、左フロントドア、バックドアに傷、フロント、左リアドア複数箇所、左リアフェンダー、リアバンパーに線傷、右フロントドアにへこみ、左リアフェンダーにへこみ傷がございます。走行距離に関しましては約4万9000キロ走ってるお車です。外装色はブラックサファイア、インテリアはブラックとホワイトのコンビレザーが採用されております。大型の SUV 車両でありながら美しいクーペスタイリングをまとったX6 でございます。こちらのお車に関しましては M スポーツということで、内外装にスポーティーな専用装備が数多く施された一台となっております。またコンフォートパッケージによりベンチレーターやホーゾンエアコンなどが追加され、快適な一台となっております。ヘッドライトに関しましては LED が採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 4.4 リッター V 型8気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は450馬力でございます。また足元に関しましては純正の20インチアルミホイールが装備されており、足元からも迫力を感じる一台となっております。続きましてリア紹介させていただきます。リアのテールライトに関しましても LED が採用されており、リア周りデザイン性に優れた一台です。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース、広々とした空間が確保された一台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックとホワイトのコンビレザーが採用されております。運転席助手席若干の使用感はございますが、年式走行距離を加味しましても良好なコンディションを保っております。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては3本スポークのスポーツステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールにより快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。
またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されております。また走行モードに関しましては、エコプロ、コンフォート、スポーツ、スポーツプラスモードが用意されており、エコな走りからスポーティーな走りまで幅広くお楽しみいただける一台です。フロント両席に関しましては、シートヒーター、ベンチレーターが装備されており、一年中快適なドライブが可能となっております。続きまして後部座席、紹介させていただきます。後部座席に関しましても、若干ではございますが、使用感がございます。また広さに関しましては、大人の方がゆったりとできるスペースが確保された一台です。後部座席にもシートヒーター、防音エアコン、サンルーフが装備されておりますので、快適性あふれる室内空間となっております。最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2014年モデル BMW X650i M スポーツを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約4万9000キロ走ってるお車です。美しく力強いエクステリアと高い実用性が魅力の BMW X6 でございます。こちらのお車に関しましては450馬力を発揮するエンジンと8速のオートマチックシフト、4輪駆動システムによりどんな悪路でも突き進むパワーを持った一台です。また走行性能や走破性能だけではなく、インテリアには純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、ベンチレーター、サンルーフ、防音エアコンをはじめ数多くの快適装備が施されております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。